豆キュン。前が見えない健太。健太どうしたの？目がかゆいよ。そうなの？どうしたのその目？手を洗った？汚い手で目をこすると目の病気になるわよ。かゆいからだよ。見せてごらん。目が赤いじゃないの。目の病気みたい。お母さんと名医者さんに行こう。病院？目の検査もしてもらって。いや、注射を打たれるんじゃないのよ。お医者さんが見るだけなの。怖くないからすぐに行こう。本当？見るだけだよね。そうだって。びっくりした。わかった、行くよ。行くってば。さて見てみようか。健太くん、まっすぐ前を見て。はい。バイキンが入ったな。バイキン？他に悪いところはないから、何日か目薬をさせばすぐ治るよ。目薬って何？食べるもの？目に一滴だけ入れるお薬だよ。目に薬を入れるの？びっくりした？ケタ君は涙を流すだろう？涙みたいなものだよ。涙は目から出るけど、入れるものじゃない。嫌だ。健太、出ておいで。お母さんを見て。こうやってパチパチしたら終わり。いいわね。でも怖いよ。入れない。まったく。健太。お母さん。あらま、もっと赤くなっているわ。違うよ、平気だよ。もう、たった2滴入れるだけですぐに治るのに、どうしてそんなに意地を張るの？ダメ、いや、うるさい。え、あの子ったらどこへ行ったの？健太？健太？健太どこにいるの？健太？健太？こんにちは。ヒロくん、健太見なかった？健太？見なかったよ。健太ったらどこへ行ったのかしら。お母さんに見つかったら大変だ。あ、そうだ。僕の服と同じだ。もう。なんでこんなに顔がズキズキするんだ。目も痛いし。前もよく見えない。お母さん。健太、お母さんはここよ。お母さん、前が見えないよ。なんて顔。すぐに目薬をさしておけばこんなことにならなかったのに。早く家に帰りましょう。お母さん、本当に痛くないよね。ええ、怖がらなければすぐに終わるわよ。痛くもないし、ちょっとビクッとするだけ。薬がこぼれないように目をパチパチして。終わったの？目薬入ったの？そうよ。どう？もっと早くすればよかったでしょ。すぐにすればよかった。
痛いし、熱も出るし、前も見えないし、すごく怖かった。目薬をさして休めば、すぐ治るわよ。本当？さっきね、小さな子が僕を見て逃げたんだよ。大丈夫、ハンサムな顔に戻るわよ。お母さん。チャンネル登録してね。